次に、相手が、小手に来た、ね、相手が小手に来た、それ黙ってますと打たれますから、これに対してその場で素早く抜いて打つ、その場で素早く打つ、その場で素早く相手が来たら打つ、この方法と、相手が間合いが詰まった相手が前近間になっている、その場合には、そのまま打ちますと、根元で打つことになりますので、一歩下がって抜いてね、はい、一歩下がって抜いてねというふうに、なります。それでは、早く、はい、はい、こっちやっ、えん、前に出て、はい、えん、前で言ってください。はい。ねん。ねん。こういうふうに、実際、それに対して、剣道型の2本目にも。ありますけども、これを一歩下がって、パッ、小手抜きで、パッ、パッ、ね、はい、実際に今度は早く打ってみます。はい、思い切って打ってきて、はい、はーっ、はい、せー、はい、せー。相手が鋭く出てくる場合には、自分もある程度下がって、せー、はい、せー。